皆様こんにちは。今回は YouTube Kids でホーム画面の対象年齢を変更する設定方法をご紹介させていただきます。 YouTube Kids アプリは基本的に子供を対象とした動画コンテンツが表示されるのですが、さらにホーム画面の対象年齢の設定を変更することで、文字通り対象年齢に合った動画コンテンツがホーム画面に表示されるようになります。この時に選択できる項目は未就学児向けと学齢児童向けです。デフォルトでは全てのお子様向けが選択された状態となっています。ホーム画面の対象年齢を変更する設定方法は、 YouTube Kids アプリホーム画面のロックアイコンから設定メニューを表示し、設定をタッチします。すると設定ページが表示されるので、コンテンツ管理セクション一番下のホーム画面の対象年齢をタッチし、表示されるウィンドウからいずれかを選択します。たったこれだけでホーム画面の対象年齢の設定は完了です。ただし注意していただきたいのは、ホーム画面の対象年齢の設定を変更しても、検索を行って表示される動画コンテンツや動画を見終わった後に表示されるおすすめ動画では、ホーム画面の対象年齢の設定内容に適さない動画コンテンツが表示される場合があるということです。もしこの部分を懸念される場合は、同じく設定ページのコンテンツ管理セクション一番上にある検索のスイッチをオフにすることがおすすめです。特にまだ未就学の小さなお子さんに YouTube Kids アプリを使ってもらう場合などは、ホーム画面の対象年齢を設定するようにしましょう。以上、YouTube Kids でホーム画面の対象年齢を変更する設定方法のご紹介でした。